はい、皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですね、牛舎など動物さんのお家に藁を敷いてあげるとき、どんな方法があるか見ていきたいと思いますよ。はい、今回はね、紹介したいのはこちらの5タイプ。はい、まず一番左、これはおなじみのローディングワゴン、そしてアタッチメントタイプが3種類、そして、こちらは牽引でトレーラータイプの粉砕機が一つですね。そうです。こちらのアタッチメントもベールを入れてあげて、それを粉砕して巻いてあげるという形です。よし、じゃあまずはね、一つずつね、詳しく見ていこうと思うんですけど、まあもうみんなが、説明いらないかもしれないですけど、みんなが知っているローディングワゴン。はい、こちらもね、紹介していきたいと思います。はい、一応、ショップで見ておこうかな。はい、ローディングワゴンのカテゴリーですね。うん、そしてこれは最初からこのマップにはついていた、ポッティンガーの一番小さいローディングワゴンです。容量は16,100リットル。よし、もう使い方を説明する必要はないんじゃないかと思うんですが、まあ大体おさらいということで一応見とこうかなと思います。はい、よいしょ。後ろをオンにして、そしてローダーを低くして、そして吸い取る。すごくね、これベール作る必要もないし、最初の頃ね、ベーラーがないマップだったら、ベーラーってすごく高いので、このローディングワゴンを使ってやってあげると初期費用も少なくてすごくいいんじゃないかなと思います。そして後半でもですね、これすごく便利なので、私は今までずっとこのローディングワゴンに藁を集めて、藁を敷いてあげていました。なのですがね、今回、はい、このですね、ローディングワゴンで集めた藁は直置きで保管するか、もしくはこちらの専用のサイロ、ヘイロフトですね、こちらを設置してあげて、それからそこに保管してあげるっていうのがね、多分ベストなんじゃないかなと思うんですよね。ですが今回ですね、こちらのマップ、私の拠点のね、周りがすごく狭くて、いろいろなものがすでに置いてあって、しかもですよ、すごく傾斜のある土地なんですよね。なのでなかなかちょっと使いやすそうな場所にこのヘイロフトを置けないということで、すごくすごく迷ってたんですよね。あ、そうだそう、これアンロードをしてみますね。そう、こんな感じで、はい、牛舎に巻いてあげるといいと思います。そう、それでどうしようかなと思って、他のね、方法も探し始めて、今回の動画を作ろうと思いました。はい、よし、ま、ローディングワゴンはね、こんな感じで、うん、そして次はアタッチメントタイプ3種類。この3種類の違いなんですが、これは何にアタッチできるかっていうのがね、違うだけですね。ちょっと待ってください。はい、カテゴリーはアニマル、はい、こちらですね。そしてこれのウォージーの、英語だと多分ストローシュレダー多分日本語だと藁用の粉砕機かなはい、そんな感じです。なのですが、はい、こちら DE250 一番左のやつですね。 SSL というと書いてあるのがスキッドステアローダーのことです。はい、そして真ん中がフロントローダー FL って書いてありますよね。そして一番右の DE551TL、 この TL はテレハンドラーのことになります。そう、なので自分が持っているトラクターだったらフロントローダー、スキッドステアローダーを持っている方はこちらの SSL、 そしてテレハンドラーをよく使う方はこちらの TL を購入していただけるといいんじゃないかなと思います。そしてどのモデルの
やつにつくかっていうのは、ジグソーパズルの方を見て合わせてあげるといいんじゃないかなと思います。例えばこちらの SSL の方ですね。はい、それでしたらスキッドステアローダーの、L218 もしくは C232 と書いてあったので、これだったらどちらでもいいかなという感じです。はい、そう、そしてテレハンドラーの方はですね、はい、おそらくこの3種類だったら問題なくつけることができるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、こちらのクラスのパックに入っていたこちらはちょっとわからないですね。うん、すでに持っている方だったらつけられるかトライしてみるっていうのもありかなと思うんですけど、もし持ってなくて初めて買うんだったら、この3つの中から選ぶのが無難じゃないかなって 思ってます。はい、そしてフロントローダーの方はですね、FZ30、FZ60 って書いてあったんですよね。うん、ですけど、もしジョンディアのね、こちらのトラクターを持って、このフロントローダーを持っている方でもくっつきます。はい、これは私は実際やってないんですけど、他の方のね動画を見てつけられるということは確認しました。はい、そんな感じです。まあ、なのでね、こちらをちょっと使ってみようかなと思います。はい、そしてですね、こんな感じなんですよね。来るとき、この黄色い部分、こちらが、スパイクになってます。はい、これで、ね、アタッチメントで取り付けが可能で、ここに。はい、これ分かれて、スパイクの方だけをくっつけて、こちらからもね、差し込めるような感じになってます。ちょっと分かりづらいと思うので、実際やってますね。これが、はい、先ほどついてた黄色いスパイクです。そう、これはですね、粉砕機を買った時に、すでについてました。セットで、はい、買えるようです。そう、よし、エンジンをつけて、これでスパイクで刺してあげて、このように、よいしょ。じゃあ、まずフロントローダーのやつをね、使ってみたいかなと思います。そう、このようにベールに刺して、この粉砕機に、はい、それぞれね、1個ずつ入るようです。よいしょ。もうちょっと上げておこうかな。このくらいか。はい。よし、こんな感じ。そう。で、ここはフィールドでもうすでにベールが横たわった状態で置いてあったので、このように横から刺して簡単に入れられるんですけど、おそらくね、本来のリアルだったら、これがね、このベールが回転してほぐされていくみたいな感じなんですよね。なので、本来だったらこの方向で入れるのがベストなのかもしれないですが、ここはゲーム。 はい、試しに立てて、前回の動画でね、こう保管した時にベールを立てて保管しましたよね。なので、そのままわざわざこうやって横にしてから入れるのってすごい大変なので、立てたまんまでも入れられるかなと思って試してみたところ大丈夫でした。 はい、多少斜めに入ってても全然 OK で、大丈夫だったのに、そこら辺は細かく一生懸命入れなくても大丈夫なんじゃないかなと思います。私みたいなね、下手な感じでもいけるんじゃないかと思います。そう、そしてこれを多分ね、パレットをやるような要領で、この下から、はい、ちょっと穴の近くにつけてあげると、アタッチのバツボタンのマークが出るので、こうやってピュンと、はい、自動的にくっつけてくれます。よし、こんな感じ。じゃあ、試しにね、これをどんな感じでやるか、やってみましょうか。おそらく右側から出てくるのではないかと思います。 どうだろう、左から出てきたりする。 試してない。はい、アンロードヒア。おお、よし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 。 はい、こんな感じで出てくれますね。うん、だから牛舎に行って、藁を与えてあげる黒白の、黒白じゃないや、黒と黄色のボックスのあたりでこの作業をしてあげると、藁が敷き詰められるんだと思います。おお、よかった、無事に終わって。 無事にできてよかった。よいしょ。あ、じゃあ他のやつもね、ちょっと試しにやってみたいと思います。
おいしょ、戻すの大変かな？ 見なかったことに、見なかったことにしてください。よいしょ。はい、外してあげるときは、左上のこの3つアタッチメントついてるんですけど、よし、私は2個目でフロントローダーだけつけた状態で外してあげました。よいしょ。こんな感じでね、自分のやりやすいやつでやっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、よし、今度は、お、乗ってなかった。スキッドステアローダー。多分ね、これも全く同じだと思います。そう、さっきは反対からスパイクを差し込んだので、右から出たんですけど、今度は左から出るかと思います。よし。おお。ちょっとこのちっちゃいスキットステアにはちょっと重いのかな。 ちょっと上げて、そうですね、ほい、こんな感じ。はい、いやー、超かわいいからな。すごい作業量としてはこれが一番大変だと思うんですよね。ベールを作って一つ一つこう入れてあげて、そう、容量も少ないですからね。うん、何度も何度も、大きな農場だと何度も何度もやってあげなきゃいけないようになって、非常に大変だとは思うんですけど、やっぱりちょっとスキッドステア使ってみたいなとか そう思う時がありますよね。テレハンドラーも同じだと思います。テレハンドラーすでに持ってたりね、うん、そういった手間も楽しめるね、あれなので、そう、そういった手間も楽しみたいっていう方にはこれもいいんじゃないかなと思います。はい、どうだろう。おそらくテレハンドラーも全く同じような感じですね。一応お見せしたいかなと思います。よいしょ。これもくっつけて、よーし。そう、全部ね、スパイクが取り外し可能で、入れるときは、うん、そのスパイクを使ってやるのがいいんじゃないかなと思ってます。よし。おー、じゃあこの辺から、はい、こんな感じ、いいですね。うーん、いやー、多分なんか時間に余裕があって、作業にも余裕あったら、この作業はちょっと楽しいかもしれないですね。うーん、なんかいつも簡単なやつとか、そうだから、こういった粉砕型のやつとか全然今まで考慮してなくて、ずっとローディングワゴンでやってたんですよね。うん、だけど今回、うん、マップでやっぱりヘイロフト置けないからなっていうところから始まって、そう、やっぱり新しい道具とかをね、見直してみるっていうのも楽しいかなと思いました。お、よし、じゃあ最後に、これでいいかな、このトラクターで。うん、ウェイトがついてたんで、今のは。よいしょ。これ外して、よし、最後は牽引タイプのやつですね。うん、ちょっとね、このトラクターだと馬力が少ないので、やはり実際に使うときはあっちの赤い方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回は、はい、この距離だったらいけるかなと思います。はい、こちら、よし、これもショップで見ていこうかなと思います。同じカテゴリー、アニマルのカテゴリーで、私は、これはですね、モッドを入れてあります。一番右のロバート P2200 ですね。こちら、はい、ベールが9個も入るらしいんですよ。そうそう、そう、だからすごくいいんじゃないかなと思って、初めて使うんですけど、入れてみました。同じタイプで、牽引タイプで、もともとマップに入っている、マップのショップにね、入っているのはこちら、クンのプリームウォアって読むのかな？うん。こちらはですね、同じ牽引タイプで粉砕してあげるタイプなんですけど、ベールが1個しか入らないんですよね。うん。
それがちょっとって思って、あともう一つアンダーソングループエクイプメントパックをお持ちの方は、もう一つオプションがあって、こちらは2つベールを入れられるタイプなんですよね。これも使ってみたいかなと思ったんですけど、ちょっともっとも試しに見てみようと思ったら、これがですね9個入って、おおみたいな。そうなので、これを使ってみたいかなと思いました。よいしょ、試しに。おおっていうかね、9個入ると言ってたんですけど、結構なんかベールが落ちていきそうなんですよね。 大丈夫かな。 そうこれ持ち運びで、実際拠点まで戻ったら途中で落ちそうですよね。ベルトとかなかったと思う、ないですね、ベルト。おそらく。 そうです、そうです、ないですよね、ベルトね。なので途中で落ちてしまうかもしれないから、9個入れずにもうちょっと少なめに入れてあげてもいいのかなと思います。こちらパイプもですね動かせるんですよね。ほら、こんな感じ。なのですごくフレキシブルでいいんじゃないかなと思ってます。それじゃあね、よし、こんな感じで同じように粉砕してパイプから敷いてあげるような形になるようです。おお、どうだろう。そう、これのね、いいかなと思った利点は、本当だったらもしベールでやるタイプだったら、一度前回の動画で紹介したベールのトランスポーターありますよね。あれで積んで拠点に戻って、それから一旦アンロードしてあげて、そこからまたスパイクで そう、一個一個ベールを入れてあげてっていう作業になると思うんですよね、アタッチメントタイプとかは。ですけど、これだったらこのトレーラーのままにフィールドに来て、トランスポートの役目もこれに全部に入れられるだけ 9個まで入るらしいんですけど、9個分のベールを入れて、これで運んで、そのまま、に使う時まで置いておけるから、保管にもなるし手間も省けるし、すごくいいんじゃないかなと思って、今回はこれを、私使ってみようかなと思います。またね、長くこう何回も何回も使ってる間に使い心地とかね、変わってくるかもしれないですけど、しばらくはこれで使っていきたいと思います。よし、今日はね、このように牛舎のね、藁とかを敷く時に使えるマシーンの紹介をしてみました。皆さんはね、どんなやつを使っているのでしょうか。この紹介した中でもね、こうお気に入りのやつとか見つけて、自分に合ったマシンを見つけて使っていただけたらなと思います。それじゃあ今日はね、説明いっぱいで 下手ですいません。それじゃあ最後まで見てくださった方、本当に本当にありがとうございました。それじゃあまたね、バイバイ。